重ね、さっき外に出ていたみたいだけど、どこに行ってたんだ？怪異を片付けていただけよ。アジト近くまで接近する危険があるからってルカに言われてね。お疲れ様。毎日どこかで怪異が現れて、いくら倒してもキリがないな。ねえ、二人ともちょっといい？ん？どうしたんだ、ハルカ。実はこれからハイキングに行きたいんだけど、二人も一緒に来てくれないかなと思って。ハイキングって、ハルカがか？そうよ、私アウトドア活動が趣味でね、時々街の外でキャンプしたりしてるの。非戦闘員が外でキャンプなんてかなり危険じゃないの？そこはもちろんいろいろ工夫してるのよ。怪異の動向をみっちり調べて安全な場所を選んだりね。へえ、そんなことをできるものなんだな。でもやっぱり私一人じゃ行ける場所が限られてるのよね。だからたまには遠くに足を伸ばしてみたいと思って、それで二人に声かけてみたわけ。ユイトとカサネが一緒ならどこにだって行けちゃうでしょ。なるほど、俺たちは護衛役ってことか。行きたい場所は決まってるのか？それが冷野さんなのよね。冷野さん、さすがに危険すぎないかしら。遊びで行くような場所じゃないわ。それはその通りなんだけど、どうしても一度あの山に行ってみたいの。お願い、力を貸して。わかった。どれだけ危険かは遥かの方がよく知ってるだろうし、それでも行きたいんだろ？確かにそうね。遥かにとって大事なことなら私も手伝うわ。やった、ありがとう二人とも。それじゃあ早速出発ね。満喫しているみたいね、はるか。私にはいまいち何が楽しいのかわからないけど。はるか的には日枝野さんの見どころって何？やっぱりこの景色かな。雄大な山を間近で見てると世界の大きさを感じるじゃない？確かになかなか見られない景色だよな。今までじっくり見る余裕なかったけど。でも景色だけなら映像でも見られるじゃない？映像とは全然違うのよ。そりゃ視覚情報だけなら似たようなものかもしれないけどね、現地で感じる景色って肌で感じる空気とか匂いとか全部ひっくるめた体験なんだから。なるほど、情報量が違うってこと。なんとなく理解はできたわ。空気か、わかるけどここの空気は俺にはちょっと寒すぎかな。この寒さがいいんじゃない。厳しい自然の息吹を通じて自分の性を実感するっていうか。熱く語るな、はるか。双子って言っても渡るとは趣味も全然違うんだな。お兄ちゃんは完全にインドア派だから、実は何度かアウトドアに誘ってみたこともあるんだけど、わざわざ危険な場所に行くなんてとか言って一度も来やしないんだから。うん、渡るの方が合理的な考え方ではあるわね。カサネはお兄ちゃんの味方？どちらの味方でもないわよ。合理的じゃなくてもあえて危険な場所へ行こうとするのはすごいと思うわ。俺も同感。勇気あるよ、遥かは。こんな雪山まで来ちゃうなんて。ありがとう。でもここへ来れたのは私の力じゃなくて二人のおかげよ。もっと先まで登りましょうか。上からの景色も見たいでしょ。じゃあお言葉に甘えてたっぷり堪能させてもらうわ。二人とも先導よろしくね。
同じ超能力だけど、サスも有効活用して。おっと、戦闘向きの超能力だったら、気軽に外へ出られたのかなって思うこともあるのよね。でも、こうして怪異との戦闘を間近で見てると、やっぱり気軽になんて言えないわ。常に命がけだもの。怪異がいる限り、気軽に外を歩くっていうのは誰でも難しいだ。思えば不自由な世界ね。仕方がないことだけど。頼むぜユイト、後でコーラおごれ。
こうやって遠くを見てるともっともっといろんな場所に行ってみたくなっちゃうな。でも今日はこれで十分、たっぷり堪能したわ。二人ともありがとね。いつも助けてもらっているお返しよ。それじゃアジトに戻りましょうか。あ、待って、もうちょっとだけいいかな。ここまで守ってくれたお礼がしたいの。お礼？そう、険しい雪山の後は暖かいところでのんびりしたアウトドアも味わってみない？楽しそうだな。ちょうど暖かい場所でゆっくりしたい気分だし。よし、じゃあついてきて。私がよくキャンプに使ってる場所があるんだ。過去に一度も怪異の出現が観測されていない区域なの。二人も警戒せずに休めるわよ。情報収集に抜かりなしね。それじゃあ向かいましょう。ほら、着いたわよ。念のためさっき確認したけど、やっぱり怪異の気配はなし。くつろいで大丈夫よ。確かにここは静かね。落ち着くでしょう。この辺りでゆっくりキャンプしよう。キャンプか。俺実際やるのは初めてだな。知識としては知ってるけど。私もよ。訓練生の頃に野営の仕方を教わった程度ね。そういうのは非常時のサバイバル用でしょ。今日は純粋にアウトドアを楽しむためだから。経験者の話をしっかり聞いた方が良さそうだな。これからどういうことをするんだ？そうね、テントを立ててゆっくりしたいところだけど、今日は準備もないしあっさりコースね。まずは薪を集めて火を起こしてお湯を沸かして、ココアでも入れてのんびりするって感じかな。あっさりコースでも手間がかかるのね。それもアウトドアの醍醐味よ。家庭を楽しむわけ。もちろんのんびりするのも最高だけどね。お湯を沸かすって道具はどうするんだ？特に持ってきてないけど。あ、キャンプ道具はこの近くにいろいろと隠してあるの。毎回持ち運ぶの大変でしょ。準備がないという割には用意周到ね。数年かけていろいろ模索してきたのよ。出てこられる時間も限られてるし、効率よく楽しまなくっちゃ。たくましいな、本当。趣味のためにそこまでやれる情熱、感心するよ。ユイトもバッキーちゃん絡みなら似たようなものじゃない？でもバッキーちゃんグッズは町の外にはないからな。苦労の大きさはハルカと比べ物にならないって。苦労なんて言われるとこそばゆいな。私も自分のやりたいことやってるだけだから。と長話してると日が暮れちゃう。私は道具持ってくるから、二人で薪を探してきて。薪ね。それじゃユイト、適当な木を切って。私の武器だと時間がかかるから。いや、わざわざ木を切らなくても落ちてる枝とかでいいんじゃないか？そう、案外難しいわね、キャンプって。ふぅ、あったまるな。小さい焚き火でも結構雰囲気出るでしょ。ゆっくりしていってくださいな。はい、ここは。ありがとう。うまい。森の中で飲むっていうのも雰囲気あっていい感じだな。こうして木に囲まれてゆっくり座ってると、はるかがハマるのもわかる気がする。気が緩むわね。まるで時間の流れが違うみたい。うんうん、よかった、二人とも楽しんでくれて。アウトドア布教は大成功ね。でも不思議な感じね。怪異だらけの世界で何をするでもなくのんびり過ごすなんて。
普段外に出るときは予報が出てなくてもやっぱり怪のこと警戒して気を張ってるからな。私たちにはそれが当たり前のことだけど、過去の地球には怪はいなかったのよね。そうだな。カゲロウの話じゃ怪の発生が2000年前って言ってたはずだけど。人類が平和に地球で暮らしていた時代っていうと、さらにずっと昔じゃないかしら。月への移住より前だから正確にはわからないけど、とにかく途方もない過去の話だと思うわ。怪のいない世界か。みんなどんな暮らしをしてたんだろうな。私には最高だっただろうな。好きな時に好きな場所に行けるなんて、山でも森でも海でも。何にも怯えずに外を自由に歩き回れる世界、なんだか絵に描いた理想郷って感じだ。だけどそれが当たり前の時代もあったのよね。いつかまたそんな時代が来るかしら。すぐには無理だろうけど、少しずつでも近づければきっといつかって思いたい。そう信じるしかないわね。二人ならいつかできちゃいそうな気がするな。私もしっかりサポートするしね。カイがいない世界だったら渡るもアウトドアに付き合ってくれるかもな。いや無理でしょ、根っからのデブ症だもん。カイがいなくても虫がいるとか言い出すわよ。なら虫を根絶する。そしたら今度は土の上なんか汚いって言うはず。キリがないから放っておくのが一番よ。確かにそうかも。さてそろそろアジトに戻りましょうか。しっかり火を消してね。わかったわ。でも少し立ち去りがたいわね。ずっとここでゆっくりしていたくなる。またいつでも来ればいいわよ。自然はいつでも待っててくれるから。はるか、いいこと言う。そうだな、また来よ。ユイトから見て最近の私はたるんでると思う？たるんでる？いや、そんな風には見えないけど。そう、表情が柔らかくなったと言われたの。それって緊張感が足りないということでしょう。重ねらしいな。そういうことじゃないよ。肩の力が抜けて自然体でいられてるってことさ。自然体、確かにそうね。みんながいてユイトがいる、そう思うだけで心がないで力が湧いてくるの。不思議だわ。お姉ちゃん以外の人なんてどうでもいいと思っていたのに。